日本人ならみんな大好きマグロ。そんなマグロに全てを捧げる職人がいる。もうマグロは大好きですね。やっぱ寿司の王様ったらやっぱマグロだから、マグロと心中してもいいぐらいに。ここまで言い切る男の店は銀座ではなく八王子にあった。駅からバスに乗っておよそ10分、そこに店を構えるのが寿司きなこ。頑固一徹評判の名店。なんと6割以上が地元以外の客。この店の味を支えるのが日本一のマグロバカ竹之内博士。そんなご主人が恋焦がれているのがこのインドマグロ。鮮やかな色合い、油の乗りも最高。そのマグロをさらなる高みへと誘う技、大トロと中トロ、素材の良さが引き立つ珠玉の一貫。続いて鉄板に引くのはマグロの目玉の周りから取った油。そこへ厚切りにした大トロ。大胆、実に大胆。大トロのステーキ握り、表面は香ばしく中はとろーりとろーり。お次はまたまた大トロ。おっ、トロしゃぶ。その名も冷しゃぶ握り。自家製ポン酢ともみじおろしがよく合う。そして1分ほど漬けた漬け握り、こちらも自慢の一貫。価値観の問題なんだよね。価値があるから金出せるんだよ ね。そんなご主人がやってきたのは日本有数のマグロどころ。この日も世界各地から大物が集まってきた。この中から慎重に一本を選ぶ。店だけではない、ここもまた戦いの場なのだ。300本、400本切っても、まあ本当3本、4本、4、5本出ればいい方じゃないですかね。希少価値な魚ですね。ここまで脂があってしっかりしたものっていうのは、数百本の中から選び抜かれたまさに極上のマグロ。その中から最高の握りが生み出される。きなこの春の一貫。じゃあ大将、はい、エックス、はい、私も X。 X だったよ。X ってなんだ？失礼します。そう思ってるうちに出てきたのは、なんと氷の塊、かき氷か？どうやら使うのは、マグロの中でも一番脂の乗った川西と呼ばれる大トロ。うまそう。と、その時。わあ、なんと氷の上。さらにもう一方の氷で挟み込む。何を作るというのだ。0120-632-999。 X、 はい、私も X。 X だったよ。常連さんたちが言う X、 果たして何？なんて悩んでる間に現れたのは氷の塊。さらに川岸の部分をたっぷりと削ぎ落とす。もうこれだけで十分美味しそうだけどな。と、そのたっぷりの川岸をすくい上げ、なんとなんとなんと氷で挟み込んだ。あー、もうよそぐの。川岸をどうしようというの。実はこれ、脂身を瞬間的に凍らせ旨味を凝縮させているのだ。冷やすことわずか1分。すごい、そんな調理法あるの。あら不思議、ピンク色が一層引き立って美しい。それを握ったシャリにたっぷりとてんこ盛り。しかしこれで終わりじゃない。なんとなんとウニをドーンと、意表をつく組み合わせ。でも食べてみたい。これぞ最高傑作、その名も X。 川岸とウニの濃厚な甘み、贅沢この上ない一貫。
値は張るけど、ここでしか出会えぬ味だから、常連さんもこれ食べたさについつい財布の紐が緩くなる。これやばいっすよとろけそう。トロとウニの夢の共演、この春 X が旋風を巻き起こす。春の寿司第7位。